はい、どうもぬい散歩です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は、アップデートが入って、LMG が弱体化されたということやねんけど、まあどう弱体化されたかというと、この3つともヘッドショットのダメージが下がったということと、あとは ADS 時の移動速度が落ちた。で、あとこの VKM に関しては、ダメージそのものが下がったみたい。自分から言わせてもらうと、そんなに弱体化されてないんちゃうかなと思われる。結局 LMG 使うやつってなんか中遠距離メインで戦っていくわけやん。で、 ADS 時の移動速度が下がったっていうのも近距離メインの話であって、中遠距離にはそんなに影響がないし、ヘッショ言うてもヘッショのダメージ下がった言うても、結局胴体3発とかでキルできる武器もあるわけやん。近距離はもちろん弱なったんかもしらんけど、中遠距離については全然強いと思うから、まあそれはそれでええねんけど、ショットガン、このショットガンモグの方は、バレルチョークのワンショットキルの確率が下がったということと、この SG の方は、噂のストロボライトが弱体化されたと。まあどう弱体化されたかっていうのは全然分からへんねんけど、まあ弱体化されたみたい。で、今回僕が注目してんのが、サブマシンガン、これが全体的に強化されたと、いうことやねんけど、まあ何が強化、具体的に何が強化されたかは分からへんねんけど、とにかく、強くなったみたい。ということで、今日はこのコーダイト、なんていうのかな、コーディット、弾が弾数が多い武器ね、こちらを使ってチームレスマッチやっていきたいと思う。ということで、やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。マップはペイロードですね。なんか SMG ベータ版の時かなり強かってんけど、まあ、ブレがほとんどなくて近中距離最強みたいな感じになっててんけど、実際のところ製品版になったらめっちゃ弱いやんか。それを強化しようと思ったら、もうほとんどがおそらくブレをなくすぐらいしかないから。でもブレなくしすぎたらマジで SMG 強くなるから、レートも高いし、どうなんやろうっていう気はするけど、まあ個人的には SMG の立ち回りが一番好きで、あとはまあ LMG、まあ、タイタンが強いって言うけど、タイタンも弱体化しろって言うけど、逆にタイタン弱体化したらもうこの COD の良さなくならへん。もう一個害悪武器と呼ばれるものがあって、それを使っていくやつを倒して下打ちするっていうのが COD の楽しみの一つでもあるし。おう、危ねえ。おー、味方が犠牲になったけれども、奥行ってんな、奥行ってんな、これはやりたいね。ここは団体の強みを使っていく。そこやねんな、ほんま。あ、ナイス、味方ナイス。そこ、ここで OK。 いやー、やばい、やってもた。クソゲームやった。階段邪魔やねんお前、ほんま。階段が邪魔やねん。これはやれる。オッケー、ナイス。リロードないからいいよね。リロードないから最高やわ。オッケー、おらんね。さらに裏に行ってるとかはマジで来てる。オッケー、後ろここおるよな。そこおれへんかったよ。おお、危ね。あー、やばい、ちょ待ってって。やっぱり SMG かなり強なってると思う。かなりリコイル制御はめっちゃしやすい。クソ簡単、リコイルがおるね、そこ。オッケー、一旦こっち見といて。オッケー、ごめん、味方ごめん。いやでもほんま、思うねんけど、まあ、うまい実況者ってみんな大体うまいやん。オッケー、そこもおる。オッケー、やっぱりリコイルがかなり楽になってる。かなりうまい実況者が弱体化されたとか言っても、結局何使ってもあんた強いやんみたいな。でもやっぱり僕の良さはこの中途半端感にあると思われん。中途半端やからこそ、中途半端やからこその、そこな。オッケー、武器の性能の分かりやすさ、これはでかいよ。武器の性能が死ぬほど分かりやすいということだよ。これをやれる。オッケー、
さあそこもこれやらせて。ちょ待って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 、やらんといて。お、違う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 、じゃあやばいやばいやばい、ちょ待って、俺だけは助けて、俺だけは殺さんといて。うまっ、あーこれやりたい。ちょっと音もするわ。戻んのかい。あーそっちか。はいはい、オッケー。やっぱりね強い、 SMG めっちゃ強なってると思う。自分がこのぬい散歩が使って強いと思うねんから相当強いはず。しかもこの意外にこの団体意味ないかなと思ってたけど意味あるわ。そこおるやん、俺はお前をやる、そしてそっちにおる。あーちょっと待って、ビリビリ助けて助けて助けて、お願い助けて。お前マジでマジで一生恨む、来世まで恨むわそれは。お前なちょっとやっぱりちょっと武器の性能を分かりやすくするために僕みたいな半端もんの動画も見るっていう、そういうのも大切ね。負けてんのこれもしかして。おおおっと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 、あぶね、あぶな、全然分からんかったわ、よかった。いやマジであの正直俺じゃないんかい、あの強なってる。 SMG は確実に反動がなくなってリコイルが簡単になってる。なのでこれからちょっと SMG が覇権を握ることもありえるんじゃないかなと思われます。はい、ということで今日はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。おつさんぽ、バイバイ。